5秒前です。4、3。おはようございます。時刻は5時12分。いつもよりもまただいぶ早いスタートでございます。徳島県鳴門市に昨日から来ておりまして、今日明日と2日間、鳴門のリゾートホテルからお届けをいたします。すっごい小さん広い部屋にいるんですねと思われるかもしれませんが、いや、あのいいお部屋を取ってはいただいているんですけれども、そうではなくここはフロントの前のところのレセプションでございます。朝新聞を読みに来ようと思ってフロントに参りましたら、すいません、あの午前8時からロビーで見ていただけますということで、さすがにそこから読んでいたんでは遅いので、ネットニュースをさらにながらですね、お届けをしていこうと、今私ソファーの上に正座をしてというちょっとあの変な状況ではございますが、今日も京ろうそくプラスの提供でお送りをしてまいります。なんかこうろうそくの明かりのような感じですが、伝統なんですけれども、はい、伝統の日本の和ろうそく、はい、これが京阪電車の特急の色ですね。はい、準急ですね。そしてこちらが、はい、ちょっと分かりにくいですか、普通電車の色なんですよね。普通のろうそくとは違います。伝統の和ろうそく、伏見で作っていらっしゃいましたね、京都の、で一本一本まるで鉛筆のようですけれども、和ろうそくの上にこの色をつけていくというものなんですよ。見事な色の再現性ですね。はい、本当に限定販売ということですので、皆さんお求めになりたいというてっちゃんの皆さん、そしててっちゃんの友人とか親戚とかご家族にですね、なんかプレゼントをと、まあ、これからあのクリスマスのプレゼントのシーズンなんかでもあります。鉄道好きの方にこれっていうのは、まあ、もう置いておくだけでもうそれだけで鉄ちゃん喜ぶんですけど、そしてこの色の再現性ということに多分びっくりされると思うんですが、あの火を実際つけますと20分ほどですね、炎の揺らぎを楽しむことができると。洋ろうそくの青っぽい色ではなくて暖かい炎をじっくり見ていただくことができるというものでございます。ぜひお勧めいたします。概要欄に後で、どこで買えるのかというのを貼り付けておきますので、どうぞご覧くださいませ。今日も京ろうそくプラスの提供でお送りをしてまいります。朝刊チェックでは、音楽はございませんけれどもヘッドラインをお伝えをしてまいりますね。そしてその前にもう一つ、カニツアーですが、昨日もお申し込み頂戴いたしましてありがとうございます。12月10日に宮津へ行きましょうという小野さんと行く日帰りカニツアーでございますが、バス35人までということで今回ご用意をさせていただいております。もう残り10席を切っておりますので、数席でなという連絡が今朝ございましたんで、はい、早めにお申し込みくださいませね。こちらも概要欄に、電話の受付は午前10時からとなっておりますけれども、どうぞお申し込みいただきますようにお願いをいたします。では徳島県鳴門からお送りいたします朝刊チェックヘッドラインでございます。アメリカホワイトハウスは10日バイデン大統領が14日に中国の習近平国家主席とバリ島での G20 に合わせて会談すると発表しました。中間選挙の結果がまだ出ていないアメリカ、共和党の思わぬ伸び悩みに激怒していると伝えられたトランプ前大統領は SNS で、私は全く怒っていないと投稿。ステイブルジーニアス、情緒の安定した天才だとお得意のセリフで煙に巻きました。葉梨法務大臣が、法務大臣の仕事は死刑の判子を押した時だけニュースになる地味な役職だと、
ある意味当然の話をして顰蹙を買い、岸田総理や松野官房長官から怒られた問題。総理に大臣の更迭の考えはなく、ある意味ニュースになってよかったねというのは悪趣味でしょうか。NHK が報じない NHK のニュースです。文春が報じた前田会長就任後、コンサルタント料が49億円支払われているという問題、前任者の時より大幅に増えていますが、前田会長は会見で問題ないと、これまで通り受信料から支払っていく考えを示しました。中国共産党の最高指導部は10日、習近平主席が主催する会議を開き、ゼロコロナ政策を断固として貫徹する方針を確認しました。すでに移動制限が厳しくなっているということです。政府は日本でも新型コロナの流行が広がり、第8波が始まっていることから、第7波を8波が上回る場合、金を出す必要がある緊急事態宣言などはせず、各都道府県が対策強化宣言をして外出自粛を呼びかけるという仕組みを無料お試しパックで利用しようとしています。新型コロナに感染した自民党の二階元幹事長、地元和歌山県知事選挙の応援演説で JR 和歌山駅前に立ち、岸本候補にエールを送りました。もう療養しなくてもいいんですね。警察庁は来年3月から全国の落とし物を一括して検索できるシステムを導入することになりました。これまでのように都道府県単位で探さなくても良くなります。ぜひ捜査の風通しも良くしてください。以上、11月11日ポッキーの日、ナルトのリゾートホテルからお届けしております朝刊チェックヘッドラインでした。時刻は5時20分になろうとしています。この姿勢はなかなか辛いですね。ちょっと、はい、はい、すいません、照明の関係で、これを逆にしてしまうとちょっと暗いですよね、きっとね。これでも大丈夫ですか。よいしょ、はい、よいしょ、これでもいいですかね。はい、京ろうそくプラスの提供でお送りをしております朝刊チェック。まずトップ項目です。アメリカホワイトハウスですが、バイデン大統領が14日に G20、日本とも会うのかもしれませんけれどもね、はい、対面形式では就任後初めて習近平さんと会うということになりました。毎日新聞のウェブ記事を読んでみます。アメリカホワイトハウスは10日、バイデン大統領が14日に中国の習近平国家主席とインドネシアバリ島で会談すると発表しました。15日、16日に現地で開催されます G20 サミットに合わせて、その前日に実施されるということです。対立が深まる米中がトップ会談によって関係悪化に歯止めがかけられるかが焦点だと、まあまあ、コモさんでも言えるぐらいのことを毎日新聞は書いておりますけれども、ペロシ下院議長が台湾を訪問をして、それに対して中国が強く反発をし、台湾侵攻も視野に入れた大規模な軍事演習を行ったというところですので、こんなところであったからといって、米中国こう正常化みたいな、そんなことが起きるはずもなく、はい、しかしトップ同士がまさに風通しよくですね、対面をして何かあった時に話をしましょうねっていうことで、お互いの主張をぶつけ合うというだけでも意味のあることなんだろうとは思います。
7月に電話が協議をいたしまして、対面での会談に向けて調整するよう事務方に指示していたということで、まあ、ロシアの問題に対して中国がどのような発言をするのかというようなところは、久保さんも注目をしております。5時22分。そしてそのアメリカですが、中間選挙の結果はまだ確定はしておりません。共和党が思ったほど伸びなかったということにつきましては、まあ、さまざまな分析が出てきております。共和党圧勝というふうに多分みんな思ってましたから、まあ、僕も新聞報道を見る限りそういうことなんだろうなと思ってたので、昨日の朝刊あたりの見出しはだいぶ混乱していましたね。はい、民主党が敗れるのはまあそれはみんな分かってたことですけれども、共和党が大きく票を議席を伸ばして、でそれを勢いを買ってトランプさんが15日にも大統領選挙に再出馬するんだということを言おうとしている流れの中で、意外ってなった時に、昨日の毎日新聞でしたかね、例えば陽一郎さんが書いてありましたけれども、いやちょっと見出しの文章がおかしい、記事の中身と一致してないっていう、まあ確かにそうだったんだと思います。はい、多分現場が混乱していたのでしょうね。でそのトランプ大統領、奥さんにもそして周辺の人たちにも激怒しているというふうに伝えられました。まあ何が事実で何がフェイクなのか、全然やる気がなくても総理大臣がやる気ですと最大限、努力しますみたいなことを言えば、言ったことはまあそれは言ったのは事実なんで、そう伝えないといかんわけですけれども、どう見てもやってへんやんということがあったりしますよね。でトランプさんがまあ怒ったか怒ってないかというのは、まあまあさ、怒るっていうこと自体がここから上が怒ったで、ここから下が怒ってないということの表現でもないので、難しいところなんですが、まあ、どう考えても当たり散らしてたんだと思うんですけど、彼は私は怒っていないと、あいつ怒っとるでっていうことがこう伝えられてるのを分かった上でのことでしょうね。私は全く怒っていない、全く怒ってないっていうことはないと思うんですけど、で本人のお決まりのセリフがございまして、情緒的に安定した天才、ステイブルジーニアス、ジーニアスは天才ですね、ステイブル、安定した、反対語がアンステイブル、アマチュア無線とかやってた時にね、コンディションが悪いの時にもこの言葉使いましたが、ステイブルジーニアスと言ったそうでございます。まあこの言葉を聞いて、私は怒っていないというのを聞いて思い出したのが、私の大好きな竹中直人さんの笑いながら怒る男っていうやつですね。いい加減にしろよお前って竹中直人さんが、俳優としてではなく、なんか一発芸人みたいな形で最初出てきありましたけど、最初そう知ったのはそういう感じでしたが、あれを思い出しました。いい加減にしろよって。まあしかし、思ったほど票が伸びなくても、ここで、大統領選挙に出るんだということを言わないと、かっこつかへんというようなことになるんですかね。まあ、そういう観測記事も出ていますが、いずれにしてもまあこの政治の世界についての観測記事っていうのは、あるいは私はこうですって言ってるっていうことは、その事実はあるんでしょうけれど、なんていうか、実際こうなんだろうなという想像とか想像力を働かして、聞かないといかんなと、まあ、それを、まあ、
YouTube なり記事なりで公表してしまうとまたハレーションを起きるかもしれないですけれど、まあ、それはそれとしてその表現の問題はあるとして、ニュースの受け取り手としてはこの人はこう言ってるからとかっていうことをそのまま鵜呑みにはしてはならないと、まあ、トランプさんの支持者に言ってもわからんでしょうけどね、もうフェイクだって言って決めつけるんでしょうけれども、しかし、まあ、まあトランプがいたからの今のこの世の中っていう部分もありますけど、今さらにこういう世の中が分断しされ、お互い叩き合っているこの息苦しい中でトランプ再登板なんていうようなことがあるともっともっと火がついてしまって他国にも波及すると思うんで、私はもう、ね、願い下げですけど、まあバイデンさんのおじいさんがええかどうかは別としてですね。5時28分です。さて法務大臣の仕事は、死刑のハンコを朝押してお昼のニュースに取り上げられるぐらい、地味な役職なんですと、まあ、身内のパーティーなんでしょうけれどもね、法務大臣がそのように言いました。はい、ニュースの原稿からちゃんと読んでみますと、法務大臣は死刑のハンコをした時だけニュースになる地味な役職だなどと発言した葉梨法務大臣について岸田総理大臣、叱りました。まず松野官房長官から厳重注意を受けた後国会で謝罪、発言を撤回で、岸田総理も職責の重さをしっかり感じて説明責任を果たしてもらいたい。説明責任って本当の通り、この発言をどう説明しろというんですかね。これからも職責の重みを感じて発言は丁寧に慎重に行ってほしいと。あんたが丁寧に慎重に言ってるだけで何もせえへん検討しやと言われてることを、はい、まあ、記者は聞きませんけれども、法務大臣は死刑のハンコを押した時だけニュースになる地味な役職だ、いやことが死刑の話ですし、法務大臣という仕事が重たいものであるっていうのは当然分かった上でですけど、ニュースになるかどうかっていうことで言うと、いやもちろん、まあ、他の案件もありますよ、他の案件もありますけど、必ずニュースになるっていうのはまあまあ事務方が用意して今日反抗してくださいよっていうことは、まあおそらく事前のレクチャーはあるんでしょうけれど、実際そのお昼のニュースに朝反抗してで刑が執行されましたと、別に自分がボタンを押すわけでも自分が刑場に行くわけでもありませんけれど、そういう時だけニュースになりますなっていうのは、これ別にその法務大臣の仕事を軽く見てるっていうのは、そら蓮舫さんたちは言うでしょうけれども、そういう人らは言うでしょうけど、別にその例えば法務大臣なんて、バカでもできるとかって言ったなら、そら飽きませんよ。でもまあある意味、大臣がバカでもアホでもできるっていうのはもうみんな見て知ってるわけでね、下着泥棒をしたような人が偉いさんになってたりとかね、政治資金の収支報告書のとことを所管する総務大臣が政治資金収支報告書をちゃんと出してへんかったりとか、そっちの方がよっぽど職責の重さをしっかりと感じていない、説明責任を果たしていないということなんで、まあ別に花さんのこと別にかばいたい気持ちも全然ないですけど、よっぽどまともなこと言ってはるなと。先月のパーティーでも同じような発言をしてたということは、こういう話をしたらまあまあ受けるっていう、まあその内輪のね、内輪の話、まあ、それはまあ政治家だけじゃなくって、放送芸能界、マスコミ、そしてまあ皆さんの世界でも
ね、やってらっしゃるお仕事の世界できっとあるでしょう。で、まあ、それがまあ表に出るからあかんっていうのはわかりますけど、わかりますけども、そんなぐらいのことを、それも言えない、自由な発言もできない世の中っていうのは、まあ、僕はしんどいし、まあそんなそれで更迭やっていう話では全然ないだろうと。まあその選挙に、だから結局その、まあ、アメリカ大統領選挙もそうですが、それは結局一般ピープルも含めて一人一票、ね、これが別にお金持ちやから100票持ってて貧乏人は1票しかないんやっていうことでない中で、大衆がどう動くかっていうことが、しかも日頃選挙に行かへん人らが選挙にそのまま行ってくれないのか、行っちゃってよそへ投票しないのかっていうところが大事なのは分かりますけれども、まあ本質的にそんな、まあ、まあ僕もこれ長い時間かけて喋ってるんですけど、このことがあかんからっていう意味で長い時間かけて喋るんじゃなくて、そんなことを長いこと喋りなはんなや、もっと大事なことあるでしょっていうことを言うために長く喋ってるって。わかるかな、わかんねえだろうな、はい。で、次のニュースです。時刻は5時33分。今日はホテルのロビー、まだどなたもいらっしゃいませんので、ここからお届けをしております。徳島県鳴門市に来ております。まあ、NHK には私もええとこでお世話になっております。はい、今コモさんの唯一の番組がええとこなわけでございますけれども、まあ、言うべき話は自分なりに言います。 NHK は報じないでしょうが、前田会長記者会見をいたしまして、文春が報じました。コンサル料がベラボーに高くなっていると、49億円これまでに支払われていると。前任者の時よりもすごく、お金払っているということについて問題ありませんと。100万円以上の支出ってのは全部ちゃんと公開していますんで、その中で、まあ、全部合わせたらいろんな部局で、使われているけれども適切に執行されているんだと。で、まあ、まあ当然のことながらそのコンサル料は受信料から出ているわけなんですけれど、問題ないということを言いました。で、まあそれは前田さんに睨まれたらコモさんもどこから降ろされるのかもしれませんけれども、まあそこまでのことは言ってこないでしょうから、言いますと、やっぱり問題ありですよ。 NHK が皆様の NHK として、まずまあ例えばその政治的なスタンス、報道のスタンスっていうところで言うと、まあ、過去もいろいろあったんでしょうけれど、報道機関として、やってはいかんような圧力があったりとか、ニュースにしないということがあったりとか、ヒラメのような上司が握りつぶすっていう事例が数多く報告されていますので、まあ、これは NHK に限らないことかもしれませんけれども、そこは問題で、鳥一辺の上辺のことだけ言うて実態、報道が あるべき報道、まあそれは人によって違うでしょうが、まあ少なくともコモさんは、コモさんが考えるあるべき報道 をしていない NHK という、そのトップである前田さんに問題ありだとは思いますし、でそれは今日々の報道という意味合いですけれど、特集番組も含めて、もう一つその NHK という組織のあり方ですね。7000億ほどの、7000億のその事業予算があって、全員が払ってるわけじゃないけれども、放送法上納めなければならない罰則規定はないけれどもという皆様の受信料で成り立ってるっていう中で、今テレビっていう世界、ラジオっていう世界、まあ、ラジオの受信料自体もないわけですけど、ラジオからテレビに行った時にはラジオの受信料からテレビの受信料になり、衛星放送が始まりっていう中で、
その収入の基盤が音を立てて崩れていっている。商業放送、民間放送ももう崩れていっている。これはもう立て直すことができないところにまで来ている。で、そんな中、インターネットを使って NHK のコンテンツを見るということにも対しても、受信料という名前かどうかは別として、そのお金をみんなからかっぱらうっていうこと、いやいやごめんなさい、納めてもらうっていうことをしなければならない。そのためにはどういう法律的な枠組み、あるいは海外の、似たようなその公共放送事業がどうしているか、いやもちろん局員職員が調べて仕事もしているんでしょうけれど、そこにコンサルタントを入れるっていうことは僕はまあ分かりますんで、ある意味当然のことをしていると僕もは思います。そのコンサルタント料名目で金を流して、それを自分のステーキハウスの赤字を埋めることに使っていた元電通専務の高橋と比べると、いやそんなことをし、もしそんなことを前田さんなり前田さんの取り巻きでしてんのやったら、それはアウトですよ。それはアウトですけど、NHK が NHK の事業体として存続するためにどうすればいいのかっていう知恵を、いやそこに入ってるコンサルが素晴らしいとは僕は思わないですよ。はっきり言って、お金の高いコンサルにろくなコンサルはいないっていうのは、まあ僕が各社二十何年アナウンサー辞めて、小さいながらも社長をして、いろんな会社のうちよりも立派な会社の社長さんたち会長さんたちとお会いして、こんな先生を定年って言うて聞いた人らのほとんどがろくでもないっていうことを知っているという意味ですね。ごめんなさい、ろくでもないって言っちゃいましたけど、なので、はい、少なくとも何千万単位で、お金を取っていくところはブランド料だけで取っていってるので、化粧品の原価がなんぼやっていうのと同じで、はい、イメージとブランド力でやってはる人らなんで、そんな大した46億円ほどの知恵は授けてないとは思いますけれども、でも NHK が今変わらなければならない、それは自浄作用として変わらなければならないというところと、その事業体として存続しえないという意味で変わらざるを得ないということについて、それをまあコンサルという形なのか、それは学術者たち、学者さんたちにただなり、5000円か1万円のお車料で来てもらうか、まあ、いろんなやり方はあるとは思いますけれど、それをすること自体は至極当然の話なんで、そのイメージとして NHK が、皆様の NHK が受信料でコンサルタントみたいな、なんかわけわからんところに業さん金を使って、まあ、前任者よりそれが跳ね上がってるっていうことだけに反射神経のように脊髄反射のように噛みつくっていうやつらは、それは週刊誌も含めて僕はバカだと思います。はい、だって NHK が今そういう瀬戸際に来てるんですから。でもう一個は、まあおそらくこれはまあそこまで僕見てるわけじゃないですけど、多分人事制度をいじってますんでね、その記者は記者職、技術職は技術職、アナウンサーはアナウンサー職、商業放送の場合、民放の場合、まあ、アナウンサーになってもアナウンサークビになってどっか行けって言われる人いますし、引き取り手のないアナウンサーもいますし、で出て行けって言われたら、ほな気に食わんから辞めます言うて、弁護士の勉強しますっていう人もおりゃ、まあ、いろいろなんですけど、そこはその人事的には昨日まで経理やってた人がディレクターで急振るっていうこともありえますし、というとこなんですが、 NHK の場合はそれぞれの専門職でやってきたものを今総合職にしようとしていると。まあ、これ自体の良し悪しあります。ただまあ、現場レベルでは悪しきことがたくさんあるかと僕は思っていますけれど、そんなもん記者職なんてその2年3年だけでできるもんじゃないですから、新人の時の幼稚朝月から始まってですね、それはそこから這い上がっていくっていう NHK の持ってきたこれまでの仕組みの功罪ありますけど、功の部分も多いので、
昨日まで集金してた人、昨日まで、送信所に行ってはった人が面白いものを作ったり社会の問題に切り込む報道ができたりするとは思わないし、昨日まで、報道でバリバリやってた人に経理やれたってできるはずないんで、それはもう要は辞めさせ部屋じゃないですけど、一日ここでセロテープ貼ったり外したりしなはれって言われたら、それは人間多分数日か 数週間で潰れてまうと思いますんでね、まあ、そういうことまで会長が考えてんねやったらまあ考えてるのかもしれませんけど、ただそのぐらい NHK が今変わらざるを得ない状況、これは別に NHK が悪いから変わらざるを得ないっていうことではなくて、世の中の変化が NHK に変化を求めているので、その中でまあまあ、世の中のためもあるし、自分たちの組織を守るためにどうしたらいいかっていうところに、7000億8000億の中の数十億のコンサル料が払われたとしても、別に僕は何とも思わないです。っていうか、そのぐらい真剣に考えてくださいと。ただ、言うときますが、1000万単位で金取っていく、コンサル担当、コンサルタント会社にろくなとこはないと僕は思っています。はい。だから、ここに、コンサル会社の提灯の提供はつかへんと思いますけれどもね。言ってることわかりますかね。まあまあ、その話、法務大臣の話もそうですし、NHK のことについても、なんかその世間が騒ぐことのポイントがずれているような気が、コモさんはしています。あとでテレビ番組について重大な発表がありますので、忘れなければお話をさせていただきます。重大な発表を忘れるかっていう話なんですけど。5時44分、中国共産党最高指導部は10日、習近平主席が主催する会議を開きました。ゼロコロナ政策を断固として徹底すると、貫徹するということを確認をしております。移動制限が常にもうだいぶ厳しくなっていまして、毎日 PCR 検査を受けなければならない地区もあったりとか、で前回のそのゼロコロナ政策で上海をはじめとして街がストップしてしまった、一人一人の生活、家族、まあ駐在員も含めて、そういった人たちが困りはったっていうのももちろんありますし、ただそれだけに限らない、まあそれは北京や上海だけで1億日本ぐらいの人口がいたりするところですから、ちょっと広く見ると、その人たちが大変やってるのも大きなことではあるんですけど、海を挟んで遠く離れたところの人たちの生活にも仕事にも大きく影響を与えるこのゼロコロナ政策なんですが、一回やるって言ったらやっぱりやめない、まあ、日本もそうですけどね、日本という国も一度決めたら、そして上の顔色を見て仕事をする人たちが物事を決めていってますから、中国がって言って偉そうなことは言えないですけれども、これほんまにどこまでやり続けるのか、まあそのね、変異種がどんどんまた出てくるであろうし、まあまあ一般的にその弱毒化していく中でどこまで、その対策を取り続けるのかっていうところで言うと、ほな習近平さんが変わらない限りクーデターが起きるか、あと5年、今第3期が始まったばっかりですから、あと5年はそのまま続けるんですかと、うまい着地点ないんですかね。まあ米中対立のこともそうですけど、対立したままっていうのがお互いにとってメリットデメリットある中でデメリットも大きいと思うんで僕はまあ基本的に性悪説よりも性善説で仲良していきましょうやっていう立場を取りたいんですけれどね、まあそれだけで世の中が乗り切られるわけではないにしても、
中国はゼロコロナ政策を続けるということなので、また今ね、うちのねマンションのね給湯器がねおかしいんですよ。給湯器の話聞いてあるでしょ。これ冬ね来てね、台所の横にあるリモコンはちゃんと動くんですよ。でも風呂場のところのやつが動かなくなってて、押してもあかんのですよ。で時々うまいこと言ったりするんですよ。10回に1回ぐらいうまいこと言ったりするんですけど、うんともすんとも言わないんですよ。で風呂場の方でオンにしたらこっちもオンになるんですよ。で湯張りを始めます。まもなくお風呂がたまります。湯張りが終わりました。お風呂の栓をチェックしてください。あれ栓がちゃんと開いてん時、そのままお湯が流れていく時、あれもうちょっと早めに教えてほしいんですけど、ね、でそのままその台所の方は動く、まだ動くからいいんですけどお風呂場の方のコントローラーはうまくいかなくて、これ多分だいぶもう型来とるんでしょうね。うん、でもまあそらそこは賃貸ですから、あの電気代払ってんかったとこね今電気代もガス代も払ってますから大丈夫ですけど、電力のマンションは今あかんのですけど、多分その今壊れたからって言ってガス給湯器ね、修理してくださいって言ったって下手したら2年ぐらいまた中直っちゃいません。いやそこまではいかへんかもしれませんけど、少なくともこの冬は水風呂に入り続けないといかんということになりますんでね、えらいことですわ。でそんなこんなも、まあ最近は半導体不足も解消に向かっているということではありましたけれども、中国がゼロコロナ政策を続けている以上何があるかわからんということではございます。で日本、まあ、第8波というので、まあ河野さんもね、旅の主催をしておりますんで、そら心配です。ただまあ今全国旅行支援も始まっている中で、まあ、もちろんそのお客様を一人お一人に判断していただければいいですし、コロナにかかってしまったっていうことになったら、ツアーの最高側としてはそれなりに対応をもちろんさせていただくんですけれども、もう止められないでしょ世の中。まあまあ決まってるから、さっきのゼロコロナじゃないですけど、一回決まったことをずっとやっていってええんかっていうことはもちろんあるんですけど、でも、要はまん延防止っていう、まん延してから出した茶番多分歴史的に評価したら何ですかって、まん延防止、まん延防止の防止って一体どういうことですかって、笑われると思うんですけど、まあ、それにしてもそれなりにお金出さなきゃいけませんし、緊急事態宣言を出して飲食の、ね、営業時間を短縮させたりしたらまたお金払わなきゃいけません。もうそんな金払うつもりは全然ございませんと、そんな内出の小槌はもうありませんよと、雇用調整助成金もの増額ももうありますよという中で、今回やっぱり頭のいい人はずるいですね。頭のいい人をずるさに頭のいいことを使ってほしくないんですけどね、もっと世の中のためになることに使ってほしいんですけど、都道府県によるお願いにすると、国はお願いしませんと何でしたっけ、各都道府県が対策強化宣言、もう関白宣言じゃないんですからね、対策強化宣言、そんなもんでね、コロナが収まってくれたら世話ないんですけど、で外出自粛の要請などもすると、ほんならどうすんのほんまに、会社としてどうしたらええの。いやまあさ、自分の頭で考えろって小野さんと言ってますやんと、政府が何と言おうが知事さんが何と言おうが自分で考えてやったらええんやって言われたらそうなんですけど、いやでも来ますよ、もう今来てますからね。で感染して潜伏期間の短さと、その
爆発的に増えるっていうことのスピードで言うと、おそらく今日今11月11日ポッキーの日にこんなん提灯持ちながら喋ってますけど、あと3日5日1週間経った時に、またそのね、今日の感染者は何人でしたっていう、あの嫌なニュースの数字をフォローしていったら、それはもう、それもさ、あの、差し馬が3コーナー回って4コーナー、最初の直線入ってきて、残り2波の1波になった時に差してくるのと同じぐらい、もう当たり前の話ですが、もしそこ差し込めへんかったら、よっぽどなんかもう体に不調があって、骨折でもしてるんちゃうかっていう話ですね。それはもう、来ますよ。絶対に伸びてきます。じゃあそんな中で果たして、その通常にしていていいんですかっていうことは出てきますよね。でもまあ天禄の商店街は結局コロナの間もほとんど人では変わらなかった。その外から来る人は別としてね、日常使いしている人らについては。ほとんど変わらない状況でありましたけれども、これ、旅行とか会社とか、そんなんどうしますっていう話ですよね。そこについては、ただただ都道府県知事が対策強化宣言を出して自粛を求めますって言ったって誰も聞かへんよね。で、まあ、結局それはまあ人と人との接触を減らさない限りどうしようもないわけで、でまあね、ワクチン、まあ、僕は3回は打ちましたけど4回目は打ってないんですけど、これもいつまでやんのかっちゅう話と、でまあこれまでも言われてはきたけどあんまりニュースでは取り上げられてこなかった、やっぱりまれにですけれど、みんながみんなじゃもちろんないですけれど、それによって不調、体の不調を起こしたり、場合によっては命を落としてしまう、そういうまあショック症状が起きることっていうのは、まあ当初から懸念はされていましたし、これはまあ新型コロナのワクチンに限らない話ですけれど、そうなった時の適切な対処が取れていなくて、奥さんが亡くなったっていう人が起こってありましたね。こういった問題もあるんで、で、もう押し付けられて、もう買わされたそのワクチンがいっぱいあって、これもう在庫を打たへんかったらしゃあない状況に追い込まれてるっていうようなことも、もう今、バレてるんでね。確かに統一教会のことばっかり言ってて、他のことせえへんっていうのがあかんなとは思いますな。考えながらこといっぱいあるもんね。確かにね。ここまで今、今日は景気の話出てませんけど、景気もね、悪いしね、ガソリンも高いしね、昨日、徳島まで渡ってきて、ガソリンがあんまりなかったんで、入れとかだなと思ったんですけど、ホテル来るまでに全然なくて、普通っていうか、まあ、鳴門のインター降りて、インターチェンジの近くって、まあ大体、下道で、ガソリンスタンドあるんですけど、全然なくて、これ、このまま行ったら、で、まあ明日の朝、早朝に帰るんですけど、朝、これガソリンスタンドあるとこまでガソリン持つかなと思って、ほんなあったんですよ。キグナスのやつがあってね。淡路島にもありますけど、黄色いやつね、キグナス。ここちょっと安いんですよ。セルフのスタンドじゃなくて、セルフのスタンドじゃなくて、159円やったかな。その先行ったら160なんぼでしたけどね。皆さん、淡路島、そしてまあ今日、今回徳島も分かりましたが、キグナスの黄色いところが安いですから、プチ情報でございました。5時56分。で、新型コロナに感染しました二階さんですが、まあ熱はあったものの、
入院するようなことはなかったということで療養してはりました。まあ、1週間経っているということなんでしょう。和歌山の県知事選挙が始まりましたので出てきはって、で、さすがまあドンですね、はい、JR 和歌山駅前で岸本さんでしたっけ、はい、にエールを送ったということでございます。しかしそこへ向かうあの車の中からまさにあの、皇室の方々じゃないですが窓を開けてね、声かけてくれはった人になんか手振ってなんかちょっと喋ってありました。その映像が出てて、まあ、その映像はコロナに感染したのにあのこんなことしててええのかっていう反自民派の人の投稿だったんで、まあ、あの5日ほど前にコロナっていうことが事務所からの発表なんで、感染してるのはその少し前でしょうから、今その1週間ということで熱も下がってっていうことなんだったら、そこ出てきてること自体が問題だとは思いませんので、あの年取った人がね、まあ東京からの移動も含めて大変やなとは思うのは、まあ一人は一つはありとしてお大事にはあって、ね、あとまあ選挙はどうなるのかなという関心と、もう一個でもやっぱり80なんぼで現役でやり続けていることのそのやっぱりあの年取ってきたらほんまに顔にその人の人格とやってることが出ますやんか。それがめっちゃ出ますやん。まあコモさんもまた後で重大発表しますが、20代の時の顔と今の顔とでは今までやってきたこの40年ほどのいろんなこと、ええこともちょっとだけして悪いこともちょっとだけして一生懸命頑張って仕事してきたことのいろんなことがこの顔に出てきてると思うんですが、ここから先もっと多分出ると思うんですね。70代80代になっていくと、二階さんのあの表情を見てるともうやっぱりお嫁になられた方がいいんじゃないかなという顔ではありますけどね。あの多分頑固にしがみついては死んだ入念って言ってる顔ですわ。いやでも あなたの感覚で今の時代これからの時代にアップデートできるとは思わないし、そしてあんたの顔色を見ている人たちがまあまああなたの側近としての仕事はするかもしれませんけれど、国のために県のためにやっていくという意味合いにおいて、あのその顔のもうじいさんにそれを任せるのは、いやだから人格を否定するつもりもここではないですし、あの穏やかにな老後を、過ごしてくださりゃいいんですがね。お6時になって今なんかなってますね。なんかオルゴールが鳴ってるのかな。あ、なんや、違う、オルゴールがあるんじゃないわ。ここの天井のスピーカーから音楽が鳴り始めたということですね。じゃあそろそろ終わりにせなきませんな。時刻は6時になりました。警察庁ですが、警察庁というのは警視庁ではございません。全国の警察を所管するところでございます。警視庁というのは東京都警みたいなものですね。大阪府警、京都府警、兵庫県警があるように。はい、でそのそれぞれの、都道府県の警察にこれまで落とし物の情報というのはそれぞれの県でやってました。だからコモさんが梅田で物を落としたら、はい、それはあの大阪府警の管轄です。あ、一回あれ落としましたね。エクスプレスカード JR の、イコカと一緒に落としましたね。戻ってきたんですよ。で落としてたのは実は、
阪神の三宮の駅の改札出たところのうどん屋で落としてたんですよ。ただそれが阪神電車本土で届いてて届けられてて、結局大阪府警の管轄のところで拾得物として登録されてたから、だから あれは港区の方の警察やったかな、そこ行ってもらってきたんですけど、要はまあその都道府県、今コロナじゃないですけど、都道府県境を越えて生活していないっていう人は物を落としても自分の住んでるところをいるところの警察に届ければ、そこに届けられていたら、誰かが拾って届けてくれてたら戻ってくるわけなんですけど、例えば今回コモさんが大阪から兵庫通ってで徳島へ来ましたと、であない物落としたと、じゃあ新幹線乗って旅してて、東京から、はい、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、そして福岡まで来ましたってなった時にですよ、あ、ないって気づいたのが博多のホテルやったとして、どこで落としたか分からへんとなったら、今までの仕組みで言うと全部警視庁から神奈川県警から静岡県警から愛知県警から岐阜県警から滋賀県警から京都府警から大阪府警から兵庫県警から、岡山県警から、そして広島県警から山口県警から、そして福岡県警まで全部個別に問い合わせへんかったらあかんかった。ほんまにそのデジタル庁頑張ってもらわなきゃいけませんね、河野さんにね。それは落とし物の検索のシステム大阪府警にもありましたやん。それと今日兵庫県警となんでリンクしてへんのですかっていう話なんですけど、来年の3月になってようやくつながるそうです。それがだからこんなもの落としましたって言ったら全国で探してくれて、稚内にありますよと、はい、沖縄名護にありましたよって言って教えてくれるそうです。それをちゃんと届けてくれるのかな、沖縄で行けっていうことだなちょっとその辺の詳しいことは分かりませんが、 TBS のニュースに出ておりました。まあことほどさように都道府県警の壁というのがあって、合同捜査本部が作られたりもしますけれど、それぞれの縄張り争いっていうのが非常に強い、そういう組織であるということの表れでもありますけれども、はい、以上、長官チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。6時4分です。京ろうそくプラスの提供でお送りをしております。はい、生配信100人を超える方に早くからご覧いただいております、ありがとうございます。ポチッといいねが現在まだ52、半分ぐらいの方お忘れでございますので、ポチッといいねをよろしくお願いいたします。コウさん、今日は、鳴門に来ております、徳島県です。京ろうそくプラスですが、いろんな和ろうそくを、ね、出してあるところなんですけど、よいしょ、ああ、落ちちゃった。無理したあかん、はい。はい。こちら、ちょっと暗いんで色分かりにくいかもしれませんが、京阪電車の普通電車の色でございます。そして、こちらは、はい、準急の色です。これ1本ね、火つけますと20分ほどついておりましてね、その間、F 分の1の揺らぎを感じることができますが、鉄道ファン、これ特急ですね。はい、このように、はい、もう見事に色が再現されているというものでございます。限定販売でインターネットで販売されたばっかりでございますので、また概要欄に貼り付けておきますので、ぜひ皆さんお求めくださいませ。京阪電車好きの方のみならずですね、鉄道ファンならみんな喜んでくれると思いますんで、よろしくお願いをいたします。京ろうそくプラスの提供でお送りしている長官チェック。さて、重大な発表がございます。びっくりしました。昨日の夜
こちらのホテルに入りまして美味しい晩ご飯をいただいて、ナルトの鯛をいただいたりした後ですね、 LINE がプルプルっとなりまして、私の後輩のテレビ制作マン、ワイドユーの頃から金さん銀さんを発掘したりしました、その僕よりちょっと年下なんですけれど、佐川くんというのがおりまして、はい、佐川くんからの LINE があって、何かいなと、時々なんか面白いネタを送ってきたり、天禄へ遊びに来たりしてくれるんですけど、そしたら何だったかな、発掘アーカイブ探検隊とかっていう番組の今、作業をしていますと、今度始まるらしいんですよ。月1やったかな、毎週やったかな、忘れましたけど、日曜日の 夜中、情熱大陸も終わったりした、日付変わって0時50分からで、そこに毎日放送が持っている古い、番組の、まあ、コンテンツですね、これを流す番組っていうのをやりますと。で、今度の日曜日13日の深夜、だから日付変わって11月14日の午前0時50分から、アドリブランドという、まあもう今や伝説の番組ですね。1983年の1月から始まったんかな。で、1985年入社、昭和60年入社の小森さんと森本ちゃん、はい、茂さんが2人、そこに最初の新人として入ってきたっていう衝撃のデビューを、なんとでかいやつを毎日放送を取ったんだと。日本一背の低いアナウンサーの偉大な住純一さんと、日本一背の高いまだまだ何もできへんコモさんと並ばせるなんてすごいことやというので、まあ、関西地方では話題になってたんですが、そのアドリブランドの実は最高視聴率だったんですね。確か僕の記憶に間違いなければ深夜で 14.7% やったか 15.4% やったか 15% ぐらい、もう今やったらゴールデンタイムでもそんな2桁取るっていうのはなかなか大変ですが、まあ、世帯視聴率、あれビデオリサーチの数値やからニールセンやったらもっと高かったかもしれませんね、うん、でその深夜のすごい数字を叩き出した伝説の回、阪神タイガースが21年ぶりに優勝いたしまして、でその阪神から掛布さんに来てもらいまして、掛布さんへの寄ってたがってインタビューと、そして胴上げの美学っていう、まあ、吉田監督が宙に舞ったわけですが、胴上げっていうのは美しく、そして安全にするためにはどうしたらいいのかっていうことを検証した、当時まだあのナイトスクープもなかった時にですね、これがアドラン的な切り口っていうので、アナウンサーがまあみんな企画を出してそれを形にしていった番組なんですが、その中でも伝説の回ですね。で、まあ、コモさん、あの当時本当に期待されておりましたんで、自分で言うのもなんですけど、本当アドリブランド、まあ、があったからこそ他の番組も読んでもらえたし、アナウンサーとしてはもういろんなことやらせてもらって、まだ当時はスポーツアナをやってましたけど、スポーツだけじゃなくてやってた24歳のコモさんがそこに出てきて来るんですよ。その回を放送しますっていう連絡が佐川くんからあったんですね。あの笑いますよ。もう僕の若い時の写真、これ一番左にいるのはコモさんです、今作業中ですって言って送ってくれてて、隣にいるのが松井明則さん、松井証券さん、昭和憲法の年に生まれたから松井明則証券さんなんですけどね。で、掛布さんですわ。はい。もう、あの、多分ね、薬用ナノインパクト8をやってた小森さんはまたここへ戻ると思うんですけどね。すごいでしょ。これ入社1年目の秋のコモさんですわ。はい。上に数字書いてあるのはタイムコードっていうやつなんで、別にこういう鉢巻きをやってるわけじゃないんですが。
これが放送されるということなんです。僕もね、だから自分の出たやつは基本 VHS で撮ってて、当時アナウンサー室はベータの出来だったんで、ニュースとかは自分が読むとそのアナウンサー室のデッキで録画して後で見て反省してっていうのをやってた。そのベータのテープもあるんですけど、それ以外は基本自分の出番のある時のやつは全部 VHS で残してるんで、そのままやったらあかんから、まあ、どっかで電子化せんとあかんのですけど、まあ、今日さ何百本もありますけどね、その中にもあるはずなんですが、なんとデジタル、今のデジタル地デジ放送で、放送されるということでございます。コムさんが、まあ、どのぐらい、まあ、多分声も高かったと思うんですけど、今と比べるとね、うん、どんなリポートをしてたのかさっぱり覚えてないです。あのスタジオのセットとお客さんが来てたことと、で翌日非常に高視聴率だったっていうのでみんな喜んでて、その時に松井さんがポロッと僕に、番組っていうのはなあって、波があってなあって、この番組、アドリブランドのことですけど、この番組のピークが昨日の放送やったと思うで、でアドリブランドはまあ僕が入る前から、まあ、当初3ヶ月ぐらいで終わる予定のものが人気が出て、まあ、と続いてそこにまあ我々という新人というカンフル剤も入って、でもう1985年ぐらいって、まあ、阪神タイガースの快進撃もありましたけれど、すごいもうブイブイ言ってた番組だったんですね。で、まあ、14.7%、15% ぐらいの視聴率を取って、まだまだ行くんちゃうかと、まあ、新人は思ってたわけですけど、もう当時ベテランだった松井さんは、うん、まあ、これが多分ピークだと思うでって言わったのをすごく覚えてて、まあ、実際問題その後続いてきましたし、まあ、人気もありましたけれど、その数字を超える回は一度もなかったですね。松井さんの言う通りでしたね。そしてまあ小野さん頑張ったけど、最後グダグダになって終わりたくなかったから、自分で幹事役、アナウンサーの幹事っていうのがありましてね、の中の誰かが板倉さんがやりはったりとか、いろいろな人がやってはったんですけど、小野さんやらせてくださいって言って、最後2年ぐらいかけてきれいに終わろうと、まあ、グダグダやったんですけど、ね、内情グダグダやったんですけど、グダグダ感が番組に出ないようにきれいに終わるためにはどうしたらいいかということを一生懸命考えてやったのが30代半ばのことでしたね。うん、その時のことを思い出しました。伝説の回が再放送というか、再放送っていうのはね、変な話ですけど、まあ、昔あのガオラでアドリブランドを再放送するっていう枠を埋めるためにはやってましたが、まあ、今回そういうなんか発掘アーカイブ探検隊っていう枠ができて、そこで取り上げてくれはるそうなんで、まあ、局アナ時代の出演のものなんで、再放送されたからといって小野さんに1円も入ってはきませんけれども、楽しみに一視聴者として見ようと思っております。そんなこんなで、今日のところはおしまいにさせていただきます。ちょっと今チャットが全然見られない状況だったので、皆さんの反応がわからないんですが、今日もご視聴誠にありがとうございました。見づらい環境であったかとは思いますけれど、あ、菊さん先予約しました、ありがとうございます。はい、アーカイブ探検隊予約しましたと書いていただいておりますね。今日もご視聴誠にありがとうございました。ではまた明日インジャンでお別れでございます。あ、そうそう、それとあの、あ、協力ストックプラスさんありがとうございました。あ、明るくなりましたね最後。おコモさんが終わろうかというところで明るくなりました。昨日あの鶴屋ゴルフさんに行きまして、ボールを買おうと思って行ったら、あのネームを入れてくるオンネームっていうのがありますね。で、名前を入れてくれるサービスがあるんですよ。それでこんなん作ってもらいました。はい、ここもりくんです。ここさんのイラスト、これの入ったボールを
作りまして、可愛いお姉さんの店員さんが何ケース作りますかって言われたんで、ひょっとしたら欲しい人いるかなと思って、はい、10ダース作ってしまいました。そんなにいらんやろと思いながら、はい、会社帰って、はい、ケリーの子に、10ダース作っちゃいましたって言って領収書を渡したんですが、あのそのままだと通らないんで、すいません、もしよかったら買ってください。はい、3個セットで、あの販売しておりますので、てんこ盛りネットショップで、はい、ゴルフされる方どうぞコモさんを思いっきり引っ叩いてくださいませ。飛距離アップ間違いないというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今日も楽しく一日過ごしましょう。いいお天気になりそうでございます。徳島県鳴門リゾートホテルのロビーからお届けをいたしました。また明日、インちゃんでお別れです。また明日、インちゃんチョキ、そして高評価忘れずにお願いをいたします。良い一日になりますように。